って、ここは猫の部屋なの？あゆなさん、まだ起きてるのね。起きてる、全然起きてる。まだ眠くないですか？ミルクちゃんたちはまだまだ元気よ。まだまだというか、これからって感じよね、猫的には。あゆなさんもまだ起きてるなら一緒にゲームするです。お、いいねいいね。一日に何回もあゆなさんに会えて嬉しいな。こっちも、こちらこそ嬉しいよ。今日はとってもいい日なのです。いっぱいいっぱい会いに来てね。めっちゃ会いに来ます。今日もいっぱい遊ぼうね。いっぱい遊びたいです。よし、ということは何をしよっかな。とりあえず撫でよう。はい、ありがとう。よし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 、えへへえへへ、気持ちいい。お尻を撫でます。嬉しい。なんかめっちゃ順番待ちしてない？大満足。なんか後ろでめっちゃ順番待ちしてない？はい、ってことでミルクちゃんを撫でましょう。えへへです。すべてにデスがつくんやね。ありがとうです。よしよし、変態やん私。こっちも撫でてほしいです。めっちゃ変態親父みたいなね。なに、どっちどっち？満足したです。おー、よかったよかった。さあ、それじゃあ、あ、そう、ガーデニングでちょっと鉢が1個増えたんよね。ということやけん、ここにもちょっと何かを、これは新しく拾ってきたって言ったやつかな、四角いやつ。とりあえずシンプル鉢で育てていってみよう。はい、そして水をやっていく。何が育つかな。やっぱ新しいものってさ、すごいワクワクするよね。お、ほら、違った芽が出てきたよ、また。何種類あるんやろうな。ん？何あれ？え？食べ物？え、てか真ん中あれ、イチゴできたことない？お、なんかあの右端のも見たことないような気が。これはもう収穫できるんじゃないですかね。なんなんやろこれ。ラディッシュ！へぇー。あれよね、あの、株の仲間のやつよね、ラディッシュって。いいね、いいね。四角いやつでラディッシュができるのか。そして、これはまあ普通に梅。うんうんうん。いや、これイチゴやろ。ほらー、イチゴー！やったやん。嬉しい、めっちゃ嬉しい。コンペイ糖からイチゴができるよ。夢のようやね。なんこれ、コンペイ糖じゃない？え、ほら、コンペイ糖、お菓子の花の種、コンペイ糖できたんですけど。しかも別にあれなんやね、カラフルやけんってレアとかじゃないんや。これはこれがデフォってこと？さあ、それじゃあまたさらに育てていきましょう。この四角いやつを、今度はクールハッチで。よし。そしてこの四角いのを、この和風のやつ、そしてここ、あ、もうここはあと一緒かな。とりあえずコンペイトめっちゃいっぱいあるけん。そう、前回イチゴがこれでできたんよね。で、これは、あ、なら、これは分かれるんやね。あ、そういうこと。うんうん、2種類まであるんや。じゃあ、あと 20% の確率にかけて何が出来上がるかちょっと楽しみにしていこう。よし。じゃあ、これで育てていこう、今度は。二人もなんかいろいろと育てよるね。はい、それじゃあエピソード。今回メインエピソードかな、また。雨とお風呂と濡れ猫と。猫ってお風呂嫌いっていうよね。でもなんか猫は犬みたいに無理にお風呂に入れる必要もないっていうのは聞いたことあるけどね。なんか自分で洗うけんみたいな。今日は予想もしなかった雨が降っています。あなたは傘を忘れてしまってどうしようかと思っているところ。もしかして猫たちが傘を届けてくれるとかいう。あゆなさん。はいはい。さ
すがに傘は届けないか。屋根の下走ってきた。あ、ももちゃんとミルクちゃん、傘を持って迎えに来てくれました。お、傘持ってきてくれた。えらい。急に雨が、何、周りに何も言われないものなの。ミルクちゃんと相談して。てか、この看板ちゃんと読めるんやね。看板っていうかメニュー。ほら、エスプレッソ、カフェモカ、アメリカン、なんちゃらかんちゃら。ちょっと一番下よくわからんけど。あゆなさんをお迎えに行こうって決めたんです。ありがとう、嬉しい。うん、両方ある。ありがとう。お迎えに来てよかったですね。てか重くなかった？2匹で1本持ってきたんかな。でも3人で傘1本ちょっと濡れちゃうね。抱っこしたら大丈夫なんじゃない？めっちゃでかいんかな、この子たち。水たまりを。あー、バッシャーってなる。え、なんなの？入るんかい。ももちゃん嬉しそうに走って水たまりの中でバチャバチャと遊んでいます。え、水嫌いじゃないの？大丈夫なの？その水が跳ねて、ミルクちゃんもあなたもちょっと汚れちゃいました。てか君たち白い服着てるのに、もうこうなったら遊んじゃおう。傘を放り出してみんなで水たまりで遊びます。あー、せっかく持ってきてくれた傘。なら、やはは、楽しいです。まあ、楽しいならよかったんだけどね。なら、あとでお風呂に入らなきゃだわ、これは。お部屋に帰ってお風呂に入りましょう。初めて3人でのお風呂。あったかい。でも水で濡れて猫たちの毛がなんだかペタンとなって。あ、見て、猫用扉の前にもちゃんと足拭きマットがあるんや。すごい、専用やね。猫型やし。お、もこもこやね。てか2人とも気持ちよさそう。ちょっと、ももちゃん、そんなに見ないでくださいです。あれはね、ぺったんこになって。でも猫はそうでもない。犬の方がなんかボリュームがめっちゃなくなる気がする。ミルクちゃん、ぺったんこ。もう、ももちゃん、かわいい。ぺったんこ。あゆなさんまで、もう。楽しそうだな。ミルクちゃん、どうして目を開けてるの？シャンプーしみるよ。目をつぶるとお化けが後ろから来る気がするです。え、私も小学生ぐらいまでなんかさ、あれなよね、お風呂に一人で入ってなんか窓から何かが覗くんじゃないかとかめっちゃ思いよった。こうやってちゃちゃっと洗えばいいのよ。泡だらけですよ。今の家別にお風呂場に窓ないんやけどさ、泡ちゃんです。中の方やし。昔住んどった家普通に窓あったけんね。ね、あわあわももちゃん。そう、これはこれでかっこいいかも。かっこいいのか、わからんけど。みんなとお話ししながらだと怖くないです。なんでもあれよね、怖いテレビ番組とかも一人やったらあれやけど、ね、一緒って誰かと一緒やったらまだ見れるよね。その後一人になったら怖いかもしれんけど、お風呂もみんなで入れて楽しいですよね。あれよね、銭湯とか楽しいもんね。修学旅行とかで行くの。お、家族レベルアップ。家族レベル7。結構上がってきたね。お部屋の模様替えをしたいです。お、ってことは家具も変えるようになる。模様替えって何？お部屋の家具を変えたりして、お部屋の雰囲気を変えることです。すっごく楽しそう、やってみたいな。模様替えしてみる。どんな部屋がいい？桃はかっこいいお部屋にしてみたい。ミルクはかわいいお部屋がいいなって思うです。私もかわいいお部屋がいいなって思う。でも猫らしい部屋っていうのもいいな。待って、ここは猫の部屋なの？猫専用の部屋がちゃんとあるの？どんなお部屋になるか楽しみです。私も楽しみなんだけど。ショップでインテリアを買うとお部屋に置くことができます。買った家具はインテリアからお部屋に置くことができます。どんな家具があるんやろ。ショップでインテリアが買えるようになりました。行ってみますね。これで、あ、まだメイクルームが残っとるね。全部開放されたわけじゃないんや。ここでインテリアを買うとリビングのインテリアから買えることができます。欲しいアイテムはメモに登録することができます。欲しいものをメモに登録すると足りないアイテムの確認ができます。
これ何？熊とも大きな家具。熊ともの家具なの？なんかよくわからんけど。壁紙とかも変えれる。これでガラッと雰囲気変わるよね。床も、うんうん、熊友床、ラグマット、熊友ラグマット、熊友のゲームの中ではこういう部屋っていうことなんかな。それはオブジェゴミ箱、熊友オブジェゴミ箱、壁飾り右、これも熊友の。でも別にあれだよね、熊柄とか熊がついてるとかいうわけではなく、熊友と同じ部屋にできるっていうだけだよね。なるほどなるほど。あ、これはあれや、くまともや。くまちゃん。あ、なるほど。カーテンも変えれるんよね。ライト。一応揃えれるのは今のところくまともセットが変えるっていうこと。くまともテーブル。あ、ソファーいい。え、てかめっちゃ可愛いやん。全体的に可愛くない？ソファー欲しいんやけど。私今お金何本あるの？お金は必要ないんかな。あ、そこの素材が必要なだけ？これが買いたい。なんか自分の今の所持がさ、どれなんかがよくわからんねえけど。テレビも可愛いのにしたいし、あ、テーブルは無理。あ、じゃあ暗くなるんやね、買えんのったら。ふんふんふん。じゃあ今のところ買えるものは、もう買ったかな。ふんふん。じゃあ、ちょっと待って、あの、服。なんか買えるのある？あ、新しいの増えとるよ。ベレー帽とかが。セットはセット、マリンセーラーやろ、おめかし。ひゃー、かわいい。けどちょっと 春っぽいのがいいよね。マリンセーラー夏やけんさ、爽やかお出かけかわいくないっすか。ちょっと買える？買えんやん。え、必要な素材でもなくない？どうやって買うんこれ。か、買えんくない？買えるんすか？わからん。ちょっとよくわからん。素材とかも買えるんか。プレゼント、この辺は買えるものはとりあえずなさげやね。うんうんうん。まあ、またお金とか素材とかいろいろ集めよう。インテリアが変更できるようになりました。ショップで家具を買うとインテリアを変えられます。さあ、ってことで、インテリア、あ、今はこれなんやね、シンプルな大きな家具。うんうん。で、とりあえず今このソファーから、あー、もうほら見て、めっちゃ可愛くなる。これに変えます。で、あとテレビも、熊友の世界の方が可愛いんかな。なんかフリフリな感じよね、全体的に。現実世界では絶対無理やけど、なんかこういうね、こういう架空の世界ならめっちゃフリフリにしていきたいタイプよ。ほら、ソファーで、テレビ台もこんな感じになったし、あー、もう絶対可愛くしていく私。もうめっちゃ可愛くしていくことにするよ私は。さあ、ちょっとお出かけしよう。とりあえずどうしようかな。お魚ハンター、よし。さあ、釣っていきますか。とりあえずこっちの黄色い餌使っていこう。来いよ来いよ。今だ。は、来い。でい。どう、何が釣れた？カニや、サワガニ。いいものをいっぱい釣り上げたい。今んとこサワガニしか釣れてないよね、この黄色い餌で。食いついてる。はい、一発。何、何が来た？メダカ。何それ、メダカでかくね。いや、1センチ、え、それ1センチ。猫たちの大きさは一体どういうサイズ感なのかがよくわからないんですが。もう1種類はでもあれ長靴なんよね。でもまあ一応コンプした方がいいんかな。ということで、食いついてます。はい、どう？ヤンダフル。お、長靴きた。長靴きたよ。まあ一応ね、お金は増えてるから。うんうん。
さあ、ってことで、ちょっとコンペイ島でもう一匹、なんか前サメが釣れたんやけど、もう一匹違う種類のがおるけん、食いついてる、あれをちょっと釣り上げたい。やった、なにこれ、金の絵。え、てかコンペイ島で釣れるのってさ、二つもいいやつなんやね。ほら、星5つやもん、これ。よっき。でもこれでちゃんとコンペイ島のもコンプオッケーやね。さあ、てことで今日のミッション、さあ、クリアしたやつのを、クリアしたやつのって別にそこで何かが受け取れるとかいうわけではないの、そういうことね。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかね、いろいろと図鑑をコンプしていきたいなっていうのは思うよね。服もまた新しく変えたいし。